書き添えいただければありがたいと思います。では今日いよいよ最後の曲を聴いていただきます。高田三左衛門作曲キキの水、これは毎年ここで演奏させていただいていますが、北山杉のうっそうと茂った森の一日を表現しているということなんですけれども、高田先生には1回目から第12回までこの会に出て演奏していただきました。そして、13回目からは残念ながら、体調崩されて、演奏していただけなかったんですが、それでも数年間、いつも春秋の日に今年は何をやるんだいとかどんな感じだったとかってすごく、気にされておりました。今日19回目になりますが、では、おしまいに木々の蜜お聴きください。
ございました。お三方の皆様、もう一度お願いします。